時起きた今日、うん、16時半。結構最近だね。うん、なんか冬はさ起きてから、はい、なんか布団があったかくて外が寒いから起き上がりにくいみたいなのあるじゃない。あーあるね。感じる今でもそういうの。ああ布団外だよね。そうそう、要は夏とかよりも起きにくいというか。意外とすっと起きるなっていうか、起きなきゃいけない時間に起きてるから。ああ、え、起きてすぐ準備できる人？意外といけるかも。いやごめん、うん、嘘ついたわ。結構かかる。そのさ、結構かかる。覚醒してからじゃん。なんかね、日によるわ。マジ一瞬で起きる日もあるし、疲れてる人もある、ね、二度寝する日もある。僕起きてさ、うん、起きた足でお風呂行くよ。すごいね。おめこんなの乗り、こんなのちょっと汚いかもしんないけどさ、お風呂のシャワーあるじゃん、もうシャワーの水飲みてえなって思うもん。汚ね。もう寝起きで起き抜けて。汚くないんだけどね。いやまあそうそうそう、まあでもなんかあんま良くなさそうな感じはするじゃん、うん、でもそれぐらい喉乾いてるしの状態で、水浴びると、カピカピですぐ行くんだ。飲みたくなるわ。もうこう行きたくなる。もうお湯になる前からもうかけてる。そう、最初から水の状態で。お前相当だよそれ。というわけで、はい、せーの、クロノワールがなんかやる。そうか。皆さんこんにちは、クロノワールで す。はい、クロナン特別編ということで、今日は生放送でいろいろ遊んでいきたいと思います。はい、はい、クロノ生放送は去年の、はい、あのマリマリマリコラボ以来、コラボ動画にちなんで、皆さんだったらどう告白されたいですか、どんな条件だったらお受けしますか。あー、くそー、思いつかねー。なんすかねー。うわマジでちょっと、じゃあどんな条件だったら OK とかでもいい。金品の受け渡し。付き合ってくださいって1万円渡されるみたいなことだそうです。あ、そうなんですか。クロナン生放送って確かになんか変だもん、気持ち的に。なんかね、動画だからね、いつもはね。だってさ、はい、見てよこの部屋、クロナンの部屋より良くねえか。いや、おかしいよな。おかしい。 3D で見たことねえぞ、このテーブルと、テーブルと椅子、ソファー、なんだあの観葉植物。てか後ろに あれぐらいなら飾れるだろ、うちの部屋にも。これさ、もう時効で言っていいと思うんだよ、2年もやってたら。いや待て、言っていいと思うんだよ。言おうよ。僕らさ、一番最初、ね、一番最初にさ、あのまあ殺風景の部屋から始まって、うん、部屋を後々によく新しくしましょうみたいな話があったのよ。開幕ね。でただ最初はその無からスタートじゃないかどうって言って、どんな部屋にしたいねって2人で家具とか見ながら選ぶ配信あの収録があったんですけど、はい、なくなってます。出てない、そもそも。え、出てる？出てないよね。出てない。出てないんだ。じゃあじゃあよくなかったわ。いやまあまあみたいなこともあったりしたんですけど、はい、まあいろいろあってなくなりました。実はないです。そうだ、いつかね、うん、だから今言われるじゃない、クロナンの、うん、クロノマの今年の目標ありますかとか、今後してみたいことありますか、はいはいはい、僕も部屋を新しくしたい、うん、あしようかなと思った。いや俺はでも今の部屋結構好きだけどね。まあ逆にね、なんか逆に見た二次フェスので見たっていうか、うん、もうついでで作れるもんね。そうだよね、あまりで。なんか本当に簡単だよ再現、うん、なんか部屋再現し、多分ロフマオからスタートなんじゃないの、あの部屋再現。多分ね。てかクロノアも作っとくみたいな、あまりのこの椅子と机でさみたいな。部屋に1個部屋余ってさ、再現部屋っつって丸椅子2個丸椅子1個テーブルバン、長すぎるバン。そうですよみたいなありますけど、まあまあね、はい、早速ね、あの本題へ行くんですけど、まあ、今回は新年一発目ということですね、はい、まあ、去年1年のクロノア振り返っていきましょう。おというわけで、印象に残ってるクロナン回あります？ありますよ。どれ？まあでも体力テスト的なのは、まあなんかそのやっぱ筋トレシリーズ、何やらせる意味あるんですか俺に。2人にやらせるべきでは、なんで俺だけやるんですか。釜屋式筋トレ講座2023。お前マジ覚えとけ。クズ派式、クズ派ブートキャンプ開くの俺。そしたら釜屋式筋トレ講座2023。これもうざいし。これ金式筋トレ講座2023。いやでもなんか散々嫌だ嫌だ言ってたら、うん、なくなったよな、なんか後半のなんかありがとうございます。あれなんだよね、体張りたくないって言ったら本当になくなったりしたものもあるよね。そうなんですよ。
我々は相当わがまま言って、すげえわがまま言ってて、あでもかき氷か楽しかったな。海に最後に行ったのいつですか。もう春かき氷頭がおかしいのかも。というわけで、はい、かき氷がなんかやる、かき氷全部食う。やったー。あーあったね、あの味同じなのかみたいな。あそうそう、目隠し、それは出てるよね。うん出てる出てる。利き水だとか。あ利き水はすごかった。いやわ、利き水、利き丸々シリーズね。水で利きできるなら本当に舌が。あれだよ、山崎春のパン祭りも今年だよ、うん、今年シール集めたじゃん。春のパン祭りのお皿が欲しい。パン祭りのお皿、今年はもう今年、あ去年か、これが録画みたいになるからやめて。去年だから、去年か、はい、はいはい、とかもあった。ドッキリとかないよ、真剣にやれよ、番組するだろ早く。うま、うん、終了だそうです。えおい、で結果は3回かな。てってれー、てってれ、なに、え対決終了な。今回はレオスくんへのドッキリです。嘘でしょ、逆再生とか。じゃあせーのからいくよ、うん、せーの、クロノワールがなんかやる、うらやかんアグラーモノル。ハリーポッター、怖っ、怖っ、この番組。クズハカップではね、宇佐美くんも、はいはいはい、だって、ね、あそこでしょ、多分濃い絡みが始まったの、まあ、そうだね、ズックンとリトの、いやでもやっぱ自分の言葉で言うべきだよ、そういうのは、うん、自分が思ったことを。そうっすか、うん、あやっぱりそうですかね、うん、あじゃあ、まあ、率直な、まあ、あれですかね、自分の言葉でストレートに伝えた方がいいですかね。そうだね、そうだね、そうそうそう。じゃあクズハさん。はい、まあ僕も必死に答えようとは思ったんですけど、まあ、うんよければ友達からまあ仲良くなっていっていただけたらなと思うので。はい、え、なんですか、なんですか、なんですか、え、あーお前も何お前こう、それも青春だみたいな顔してんの。カナエ君、あんたもサムズアップしないで。ズックン別にいいんだけど嫌なんだよな。ちょっと待って、クズハさんから連絡来てるわ。カスタムやらないですかって。え、やりたいです。いいんですか、あの普通に、あの連絡が来てる。え、やりたいです、普通に。マジっすか、やりたいやりたいやりたいよ、ズックン。もうマブやん、なんかやだ。クーちゃんより全然マシだもんな、うん、全然マシなんだけど。いろいろありましたよ、ありましたけど、納豆とか。最後に紹介する納豆料理は、はい、スイーツです。え、納豆かき氷です。しかもか納豆かき氷、ちょっと待って、これは嫌な予感するな。納豆かき氷、うん、はい、マネージャーやってみるとか、ありました、ストリーマー引っ掛け食うとか、まあいろいろやったんですけど、フライブミスドだと。いや俺レイズドないと思うんだよな。頑張れ頑張れ。違う。逆に怪しいよ。本題入っていきます。そうですね、はい、今日何やると思います。何ですか、何やるんですか。今日はですね、はい、パズルトギャザーってゲームがあって。出た、あのパズルをね、2人でこう、うん、ピースを埋めていってってやるゲームがあるんですけど。パズルの説明はいいよ別に。パズルっていうその元になる、パズルは知ってますよね。あ、そうそう、みんな。そうか、パズルって何はいないよ。でそれを使って告知をいくつかしたいと思います。あ、本当ですか。はい、パズルで告知、はい、で知らない人にパズルトギャザーを説明すると。あ、パズルトギャザーね。パズルトギャザーとはオンライン上で友達や世界のランダムなプレイヤーと一緒にパズルができるゲーム、はいはい、でこのゲームは自分のオリジナルの画像データを使ってオリジナルのパズルを作ることができますと。めちゃくちゃいいじゃないですか。そこで今日はその告知の画像をパズルにして、はい、2人で告知していく。つまりパズルが完成しなかったら告知はなくなります。
いいですよ別に俺は完成させなくたって。いやいや違う違う、それはさせようの回。あ、そうかそうか、させようの気持ち。本気でやるぞ。やったことある？いやないんだよ俺。でも知ってはいる。うん知ってる知ってる。あ、じゃあもう本当はしたかったんだ。某ボドカとかを作ってるのを見たことある、うん、あの顔をね。そう顔を。いやさ二次会で流行ったもん、ね、本当に何でもいけるんだねっていう。じゃあパズルしますか、とりあえずどんな感じかっていうのを見てみないと分かんない、はい、それじゃあ早速やっていこう